行動機関のオフィスオフィスオフィスとは、事務作業を行う部屋、事務所、事務局、事務室などのこと。また、一般的に、業務施設という場合もオフィスを用途とした施設、建物を指すことが多い。欧米ではオフィスにおける作業は、組織運営、規則を定める、企画検討、公的執務、役員や弁護士の執務などの作業の意味を持つ場合がある。また一人専用の執務、 作業の意味を持つ場合がある。日本語では、欧米のような意味は稀である。製造工場や店舗等商業施設などにおいても、その支援のために、事務作業を行う場所はオフィスである。オフィスで働くことを、オフィスワークという。オフィスワークを行うことを主目的に作られた建物を、オフィスビル、オフィスそのものを設計することを、オフィスデザインという。 オフィスには以上のように場所や空間スペース施設を表す携帯的意味とビジネス情報処理を行うといった機能面を表す概念的意味もある。情報通信技術やコンピュータの発展に伴い情報処理がいつでもどこでも行えるようになってきたためコンピュータ上に作り出される概念的オフィスをバーチャルオフィスと呼んでいる。オフィスはコンピュータの発達につれて 知的労働の場としての意味合いが重視されるようになっており、ビジネスの現場ではオフィス環境による知的生産性向上が問われるようになってきている。作業空間の容態は個々の空間の仕切りの有無や高さ、対面か、非対面か、どのような配列かなどによりいくつかに分類される。ありがとうございます。